あ、お待たせごめんね待たしちゃってうんありがとうさあ帰ろっか待ってる間何してたの漫画か何読んでたの恋愛漫画 君がいや別に悪いとは言ってないじゃんただイメージとは違っただけほら君って小さい頃から戦闘系とかスポーツのとかそういう少年漫画ばっかりだったじゃんでしょだからなんでそんなの読んでたのかなーって少し意外だっただけだよ にしても恋愛漫画か参考にえ恋愛漫画を何の参考にすんのいやまあそっか恋愛の参考かえ何君恋してるの なんで黙るかなっていうか黙るってことはそうってことじゃんへえ君恋愛に興味あったんだうんないように見えるだってそうじゃん顔も性格も割といいし勉強はまあそこそこだけど 普通にモテそうなのに彼女いなかったからさまあそれもそっか今いないってことはモテてはないのか <laughs> ごめんて。 モテたいわけじゃな,いのなんだそれ好きな人に振り向いてもらいたいだけねえ,ねえねえねえ君が恋してる人ってどんな人なの どんな人だって気になるじゃん草れ縁とはいえ小中高全部一緒にいてかと思ったら私の知らないところで好きな人を作るなんてさそんな考えるものパッと出てくるもんなんじゃないの全部 でも「かわいい」でも「クール」でも「感情は分かりやすい」でもポンコツ。 でも優秀で頭が良くて結構付き合いが長いなるほどギャップ萌えってやつじゃん単純なやつそんな強くうなずくんだなーんだいやあさー こういう時恋愛漫画だったらさ私のこと好きとかってなるのかなって思ってたから少し楽しみにしてたんだけど違うんだもん何その複雑そうな顔だってそうじゃん別に私クールっていうようなかっこいいところないし感情わかりにくいって言われるしまあポンコツではあるけど 頭はいいかもしれないけどそんな飛び抜けてるわけでもないし何より可愛くないしえって何君がよく分かってんじゃん愛想がないっていうかさ可愛げないっていうの何その大きいため息 んへえ鈍感なんだなんだその追加情報えっ毎日アピールしてるの何それ君意外と乙女じゃん 可愛いとこあるねうーんまあ頑張りなよその鈍感さんに気が付いてもらえるようにえお出かけ誘うのもう実質デートじゃんいいね めっちゃやる気あるじゃんと分かれ道ついたじゃまた明日ね頑張りなーバイバーイう <laughs> 嘘でしょあいつえだってえだって付き合い長いって言ってたしあいつ私以外にそんな子いないよねしかもあの不自然な態度 ていうか、もしかしたら私のことかわいいと思ってくれてるのかなメイク変えたのとかおしゃれに気を使うようになったかいあったかも <laughs> こうなったらあいつに告白させてやん 今度の休み暇…っていやこれほんとに私誘われっていうかデートってだよねよしガチで頑張ろう。